プレイステーション5です。サイズは幅 104mm、高さ 390mm、奥行き 260mm と PS4 より一回り大きくすることにより、処理能力や静音性の面で飛躍的な性能向上を実現しました。フロント側には USB Type-C ポートとハイスピード USB 対応の Type-A ポート、リア側にはスーパースピード USB 対応のタイプ A ポートを2つ、LAN ポート、HDMI ポート、電源端子を搭載しています。フロント側の2列が吸気口です。リア側はすべて排気口になります。ベースを外します。縦置きの時はコインネジで固定されています。外したネジはスタンドの中に収納できます。そして、このキャップを固定しておきます。横置きにするときはベースを回転させてください。このマークに合わせてベースを差し込んでください。両側の白いパネルはお客様自身で取り外しが可能です。後ろの角を持ち上げてスライドすると外せます。こちらも後ろの角を持ち上げてスライドします。ここに冷却用のファンが内蔵されています。両側から大量の空気を吸い込みます。 PS5 では2箇所にダストキャッチャーを設けました。ダストキャッチャーに溜まったホコリはこの2箇所の穴から掃除機で吸い出すことが可能です。将来の拡張ストレージ用として PCIe 4.0 に対応した M.2 インターフェースを搭載しています。ここからプレイステーション5を分解していきます。ファンを取り外します。直径 120mm、厚さ 45mm の両面吸気の大型ファンを搭載しています。ケースを外します。ウルトラ HD ブルーレイのドライブユニットです。ドライブユニットは板金ケースで完全に覆い、さらに二重のインシュレーターでマウントすることにより、ディスク回電時の駆動音と振動も低減させています。次に Wi-Fi 6と Bluetooth 5.1 のアンテナにつながるケーブルを外します。シールド板を外します。CPU は8コア16スレッドで最大 3.5GHz で駆動します。GPU は最大 2.23GHz で駆動し 10.3TFLOPS を実現します。メモリーは GDDR6 を8個搭載し、バンド幅は最大で毎秒 448GB です。
ストレージは HDD に代わり 825GB の SSD をオンボードで実装しています。カスタムの SSD コントローラーにより読み込み速度は生データの転送速度で毎秒 5.5GB と高速化され、ゲームのロード時間を大幅に短縮しています。 PS5 の SoC は小型の台を非常に高いクロックで動作させています。このためシリコン台の熱密度が非常に高くなり、 SoC とヒートシンクの間に挟む TIM と呼ばれる熱伝導材の大幅な性能アップが必要でした。 PS5 では長期で安定した高い冷却性能を実現するため、この TIM に液体金属を採用しました。我々は2年以上前からこの液体金属を採用するための準備をしてきました。考えうるありとあらゆる試験を実施し採用に至っています。これが PS5 のヒートシンクです。 PS3 や PS4 と同じくヒートパイプを使っていますが、形状やエアフローの工夫によりベーパーチャンバーと同等の性能を実現しました。これが定格 350W の電源ユニットです。これがプレイステーション5の全部品です。プレイステーション。